みなさん、こんにちは。僕、ヤースケです。今回は綺麗な紅葉を見に来たよ。今回のお散歩スポットは愛知県豊田市稲部町大井平公園。公園には約520本のカエデやイロハモミジ、イチョウが植えられています。近くの道の駅から川沿いの遊歩道を紅葉を楽しみながら歩いて約20分。僕は道草しながらだからもう少しかかったけど、ちょうどいいお散歩コース。赤や黄色やオレンジに染まった木と常緑樹の緑と青空のコントラストがとても綺麗。公園の目の前には名蔵川に風の吊り橋がかかっているよ。全長86メートルの吊り橋から眺める公園はまた一段と綺麗。結構揺れるからちょっとビビっちゃった。同じ豊田市には紅葉で有名な紅蘭渓があるけど、大井平公園の方が早く紅葉を楽しめるよ。祭りは11月1日から15日まで、夜間はライトアップもしてるよ。イベント中には五平餅やお湯の塩焼き、豚汁、串焼きなど美味しい出店も楽しめて、やっぱり食の秋も欠かせないよね。景色を楽しみながら、たくさんの人にも可愛がってもらい、大満足のお散歩になったよ。次はどんな秋を楽しもうかな。最後までご視聴ありがとうございました。また見に来てね。